この前、えー、日本酒を飲むのが好きとおっしゃっておりましたが、うん。その際に、おつまみのこだわりなどってありますかああ、なるほどね。なんかさ、あの、日本酒の話したときさ、みんななんか、すごい、あ稲美さんが大酒の話したみたいなんで盛り上がってたでしょ。見てたから、ハッシュタグ。<laughs> なんか、ああ結構そうだよねと思って、初出し情報だったもんねと思いながら見ててさ、 そうそう。日本酒を飲むのが好きなんですけど、まあお酒何好きってなった時にね。で、おつまみね。もう圧倒的タコわさよ。うん。やっぱ外せないね。わさびが、ツンといい感じに抜けてくタコわさが好き。<laughs> なんかタコがブニョってしてるよりは、プチンとちょっと歯応えがある方が好き。<laughs> あとは、私、ほら、ワインとかは、 全然飲めないんですよ。まだわかんないの。だから、ナッツをとか、チーズを片手に、ワイングラス片手にとかはまだやったことないね。憧れるけど。<laughs> おつまみは、まあ、圧倒的タコはさ2位が、ちゃんじゃ、3位が、うーんー、迷うなー。3位が、えいひれ。はい、以上でーす。えいひれ炙ると美味しいのよね、